こんにちは、みーちょすです。手帳文房具が大好きで、いつもこちらのトラベラーズノートをメインに使ってまして、はい、こういう風によく万年筆でいろいろと書いてるんですが、今回はよく私が書いているこの手帳に使えるリボンフレームの書き方について解説していきます。今回の内容は基本編、アーチ編、応用編の1、2、3と5つのカテゴリーに分けてチャプターもつけました。あと最後に文字も入れていろいろ試し書きもしてます。今回はいつものようにこのトラベラーズノートのリフィルと愛用の万年筆を使用して書いていきます。万年筆じゃなくても書ける内容になってます。ノートはドット方眼とか四角い方眼とかなどのガイドがついてるとすごく書きやすいです。はい、ではそれではみーちょす流の手帳イラスト講座リボンフレームの書き方、早速いってみよう。最初は基本のリボンです。まず四角を描きます。で、この下の部分にニョキッと2本線を描きます。ポイントはここからの距離を同じにすること。同じ位置に同じ長さの線を描きます。続いては上下2本ずつ線を引きます。同じ位置で割るように横の幅を揃えてます。次にリボンの切り込みを入れます。これも左右対称に同じように描いてます。最後に斜めの線を引いて折り返しを書いて、はい、完成です。アレンジ方法も紹介したいんですが、影の部分を塗りつぶす、影の部分に線を描く、リボンのシワを描く、内側に線を引いたり縦に線を引いたり、あとはちょっと目立たせたり、細いリボンもすごい可愛いです。リボンの幅を細くして、ちょっと書きづらい位置で線がふにゃふにゃになってるんですが、はみ出しましたね。細いリボンは折り返しを短くすると自然に見えます。はみ出した部分は修正テープでごまかしました。はい、完成しました。続いてはアーチ編です。この湾曲してるリボンを書きます。まず、気持ち斜めの線を書いて、終了の位置を決めて、そこに向かってカーブを描いていきます。真ん中の一番高い部分が一マス上がるように描きました。下にもカーブを描いて斜めの線で閉じます。で、ポイントはこのカーブがなるべく同じになるように、そしてこの斜めの線も左右対称になるように描いてます。下にニョキッと斜めの線を2本描きます。上下に2本ずつアーチで線を描きます。これね、難しいんですが、この曲がり具合をなるべく全部揃えて書いてあげてます。なるべく。そして、この縦の線の斜め具合もなるべく揃えるようにして書いてます。リボンの切り込みを入れて、最後に折り返しも書いて完成です。ちょっと難しい時は、ここのラインをまっすぐにしても OK です。これの方がちょっと書きやすいかなって感じがしますね。書き順も今わかりやすく解説してるだけなので、書きやすいスタイルで、例えばアーチから書くとかでも全然大丈夫だと思います。最初の線をめっちゃ角度つけてみたらどうなるんだろうって試したら、ちょっとね、わけわかんなくなってしまって、カーブをその分湾曲させて、で、切り込みを短くしたらなんとか形にはなったんですが、すんごい書きづらかったのでおすすめできないです。はい、アレンジ方法は、影を塗りつぶして、さらにシワを描く。影に細かい縦の線を描いて、ステッチを描く。がっつりステッチを入れる。リボンの内側を囲ってみる。細いリボンを点線で目立たせる。これかっこいいですね。はい、完成しました。続いては応用編、その1。まず四角を描きます。で、下にニョキッと1本線を描いて、重なった四角を描いていきます。そうしましたら、上下にニョキッと線を描いて、これはだいたい同じくらいの位置に描いてます。あとは、基本と同じように、上下に2本ずつ線を描いて、切り込みを入れて、そして斜めの線を3箇所入れます。2箇所描く部分があるちょっと変わったリボンができました。おしゃれ、二個つながり、折り返しリボン、みたいな。これをさらに応用します。四角の重なりを3個書いて、リボンの端を書いて、折り返しを書きます。3個つながりリボン。
一番右の反対側から書くと前に来る四角が変わります。真ん中から書いてリボンの端も先に書いてあげるとこんな感じになります。これはリボンの端と真ん中が前に来てる状態です。どこが前に来てどこが後ろにあるんだっていうのを考えながら書くといろいろとアレンジができると思います。慣れてきたらちょっと縮めてあげると実際にノートにタイトルを書くのにちょうどいいかなと思います。これはリボンの高さは変えずに縦の高さは変えずにギュッと書いてます。ギュッと。続いて応用編その2、こちらのリボンを書きます。まず四角を書いてニョキッと線を2本書いて、2本上下に線をちょっと短めに書いてまっすぐつなげます。でさらにそこからニョキッと線を書いて、であとはもう基本と同じように上下2本線を書いて切り込みを入れて折り返しを書きます。ちょっとゴージャスなリボンができました。ゴージャスリボンで、上に伸ばしていって逆向きにしてもすごく可愛いです。これはもう全く同じようにただ上に書いただけです。こちらのリボンもギュッと縮めるとノートに書きやすいかなと思います。四角の高さは変えずにギュッと凝縮して書いてます。で、この重なった四角を続けていくとさらに折りたたんだゴージャスなリボンができます。これね、右側を実はことごとく失敗してまして、右側を書くのがちょっと苦手なのですいません。左右対称に書いた方が綺麗になります。で、考え方としては縦の長さが同じで横の長さが違う四角を重ねて書いてるっていう感じです。アーチ状のリボンで書くとこうなります。かっこいいリボンができました。これもね、これも実は若干失敗してるんですが、縦の斜めのラインをなるべく揃えて書いてます。なるべく。続いては応用編その3、こちらのリボンを書きます。これはね、かなりごまかします。四角を3つ書くんですが、まず四角を書いて上下にそれよりも横の長さが短い四角を2つ書きます。上下の四角はサイズを揃えてます。で、これにどうやって折り返し部分を書くかっていうと、ちょっとわかりづらいので先に解説しますと、こういう風に角の部分が角と角がつながってるって考えるとわかりやすいです。はい、こういう感じですね。リボンが重なってる部分は書かずに下の部分、見えてる部分だけを書いていきます。もう一度書きます。四角を3つ書いて、こういう感じでリボンがつながってるっていうのを想像しながらここだけ書きます。端の部分の処理はぶっちゃけごまかしてまして、というか実際のリボンを折るとこういう綺麗な長方形にはならないので、それっぽく見えるように書いてます。四角の高さを揃えなくても大丈夫です。タイトルを書く部分だけ太くして、あとは小さくしても可愛いです。はい、めっちゃ間違えてる。下書きをね、書いた方がうまくいきますね。折り返してどんどん小さくしてみました。こういう感じで切り込みを入れて影をつけてもかっこいいです。でもなんかちょっと不自然だな。ちょっと不自然。こういう風に斜めにした方が自然かなと思って書き直しました。これもね、でもめっちゃごまかして書いてるんで、タイトルが書きやすい方でいいんじゃないかなと思います。ごまかし三連リボン。はい、では最後に実際に文字を入れながらいろんなリボンを書いていきます。まずはアーチ状のリボンと、あとこのタイプの点線の集中線の組み合わせ、これね、合いますよね。一番好きかもしれない。太めのリボンで切り込みを浅くして影の部分に線を書いてます。ちょっと可愛らしくなりますね。あとは細めのリボンをちょっとゴージャスにして集中線を書いてます。これもかっこいい。次はちょっと短めのリボンなんですが、ステッチを入れるとちょっとカントリーっぽくも演出できそうだなって感じがします。はい、細めのアーチリボンで影は塗りつぶし。細いリボンやっぱり好きかも。可愛いですね。で、ここまで下書きを書いてたんですが、グリッドが見えなくて逆に書きづらく感じたので、ここから下書きなしで書いてってます。2個つながりのリボンです。
文字の長さで横の長さを変えてもいいかなって思います。めちゃめちゃ太めのリボン、ゴージャスバージョン、ステッチもつけました。すごい迫力、存在感がすごい。あとは3段のリボンにも文字を入れるとこんな感じになります。かっこいいですね。こうやって見るとなんか変じゃないな。外の部分に線を入れたりとか、あと折り返しを上下にしても可愛らしいなと思います。3個つながりは何を書こうかなって迷っちゃって、なんとなく日付にしてみたんですが、このリボンを使う時はあるのだろうか。いい使い道があったら教えてください。あと今更なんですが、先に文字を書いてからの方が文字とのバランスが取りやすいかもしれない。アーチ状だとちょっとバランスが難しいんですが、普通の四角いリボンだったら文字から書いてもいいかもしれないです。最後に言ってしまった。はい、完成しました。今回はいろんなリボンを書いてみたんですが、書き順も書きやすいように書いてもらえれば大丈夫だと思うし、ちょっと線が曲がっちゃったとかふにゃってなっちゃったってなっても手書き感が出て可愛いので、気楽にみんなの書きやすいように書いてもらえればいいなと思ってます。手帳やノートでぜひ試してみてください。最後までご視聴ありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。またねー。